曜日を迎えました。およそ1ヶ月半ぶりとなった営業再開を待ちわびた映画ファンらが午前中から集まり、久々のスクリーンで映画を楽しんでいました。営業の再開にあたって、この映画館ではマスクの着用を入場の条件としているほか、上映中は空調機の換気の設定を強くしています。また座席は前後左右の間隔を1席分だけ、入場者は半分に減らしています。訪れた客の一人は、休業期間中は自宅で DVD で楽しんでいましたが、映画館のスクリーンで見るのはいいですねと話していました。 KBC シネマの宮貞孝子支配人は、再開できてほっとしています。休業期間中はお客様に映画を送り届けられる喜びを再確認しました。感染対策を施しながら、またお客さんに映画を楽しんでもらいたいですと話していました。気象情報です。注意報です。沖縄県大東島に雷注意報、佐賀県に乾燥注意報、大分県中部と佐伯市に波浪注意報が出ています。海上警報です。次の海域に海上濃霧警報が出ています。対馬海峡、長崎西海上、根島南西、チェジュ島西、東シナ海南部、沖縄東方です。また沖縄東方には海上風警報も出ています。各地の明日の空模様です。明日の九州は弱い気圧の谷の影響を受けるでしょう。梅雨前線は沖縄の南の海上に停滞する見込みです。明日の九州北部は晴れ間が出るところもありますが、雲が多く、北部沿岸部で一時雨が降るところがあるでしょう。九州南部は時々雲が出る程度で晴れる見込みです。奄美は曇りですが、昼過ぎからは晴れ間が出るでしょう。沖縄本島地方は雲が多いながら時々晴れる見込みです。先島諸島は曇りで、夜遅くに一時雨が降るところがあるでしょう。大東島は昼前まで雨が降り、雨を伴うところがある見込みです。降水率は九州は 10% 前後のところが多く、福岡の午後は 30% です。南西諸島は 20% 前後のところが多く、大東島の午前は 20% です。気温の予想です。最低気温は九州は18度から19度のところが多く、鹿児島市は21度でしょう。今朝と同じくらいか今朝よりやや高い見込みです。那覇市は24度でしょう。最高気温は九州は24度から28度で、九州北部は今日より5度前後低い見込みです。那覇市は今日より1度高い28度でしょう。風の予想です。九州は北または西の風の吹くところが多いでしょう。南西諸島は北または東寄りの風が吹く見込みです。波の高さの予想です。九州の外には南部で 1.5 メートルから2メートルと波がやや高いでしょう。南西諸島は 1.5 メートルから2メートルと 1.5 メートルから2メートルのところが多く、波がやや高い見込みです。また九州の太平洋側から沖縄本島地方はうねりを伴うでしょう。九州沖縄のニュースと気象情報をお伝えしました。7時です。 JOHG NHK 鹿児島第一放送です。7時になりました。 NHK 今日のニュースです。先月7日から出されていた緊急事態宣言は全面解除の見通しです。政府は東京など首都圏の1都3県と北海道で継続している緊急事態宣言を解除する方針を固め、
明日開く諮問委員会に諮ることになりました。東京渋谷の街で聞きました。個人的には早く、はい、解除される方がいいかなと思います。難しいですけど、経済活動のこと考えたらまあいいことだとは思うんですけどね。もう1ヶ月っていうのはちょっと考えづらいですよね。嬉しいけど半分多くからこの安心して結構投資を出て結構増えるんじゃないかなって気持ちがあるんですよね。かかると怖いので不安ですね。まだ早いと思いますよ。札幌では嬉しいですけれど、でも本当はまだ怖い。いろんなところから北海道に移動されてきたりすると、また同じに戻ってしまったら怖いなって思うんですけど、なんかやっと普通の生活に戻れるというか、まあこういう状況ですけど、まあ、徐々に徐々に、まあ、自分の生活というかスタイル戻してきていて、緊急事態宣言の解除を判断する目安の一つが直近1週間の新たな感染者数、10万人あたり 0.5 人程度以下とされています。まず東京です。今日の新たな感染者は14人と3日ぶりに10人を超えました。目安を1日あたりの平均にすると10人ですが、直近の1週間は半数以上の日で下回っています。そして10万人あたりの感染者は 0.36 人、目安を下回りました。続いて神奈川です。新たな感染者は5人、この1週間の10万人あたりの感染者は 0.70 人で依然目安を上回っています。一方埼玉と千葉は新たな感染は確認されず、それぞれ 0.15 人と 0.10 人、いずれも目安を下回っています。またこれら1都3県を合わせたデータでは 0.36 人と目安を下回っています。北海道では今日15人の感染が発表されました。15人以上の感染確認は今月6日以来です。1週間の10万人あたりの感染者は 0.76 人で目安を上回っています。西村経済再生担当大臣は 0.5 人というのが一つの目安でありまして、対象者にもしっかりと書いてありますが、一人一人での場合に今ご指摘のあった感染経路不明の割合とかですけども、まあ、クラスターであるとか院内感染とかこういった状況について、分析をしてですね、全体として判断をしていくということになります。安倍総理大臣は午後4時ごろからおよそ45分間総理大臣官邸で菅官房長官、加藤厚生労働大臣、西村経済再生担当大臣らとともに緊急事態宣言が続く地域の新たな感染者数の動向や医療提供体制などについて報告を受け対応を協議しました。これを受けて政府は首都圏の1都3県と北海道のうち東京は今日14人の感染者が新たに確認されたものの減少傾向に変わりはないとしたほか、神奈川や北海道も感染経路が終えており医療提供体制も改善しているなどとして緊急事態宣言を解除する方針を固め、明日開く諮問委員会に諮ることになりました。これにより宣言7日から出されていた緊急事態宣言は全面的に解除となる見通しです。政府は明日こうした方針について諮問委員会の見解を聞いた上で衆参両院の議員運営委員会で報告と質疑を行った後、政府が午後6時をめどに総理大臣の会で記者会見を行い、その後開かれる対策本部で正式に解除を決定することにしています。西村経済再生担当大臣は記者会見で5都道県すべてで宣言が解除された場合には基本的対処方針で外出自粛やイベント、あるいはクラスターが発生してきた業種の取り扱いを今後どうしていくのか基本的な考え方を示したいと述べました。その政府の基本的対処方針の原案が明らかになりました。それによりますと全国で宣言が解除されることを受けて法律に基づいた緊急事態宣言を行うとしています。そして宣言の全般的な方針として一定の移行期間を経て
外出の自粛や施設の使用制限の要請などを緩和しつつ、段階的に社会経済の活動レベルを引き上げていくとしています。ただこの場合、感染拡大を予防する新しい生活様式の定着や、業種ごとに策定される感染拡大予防のガイドラインの実践が前提となると強調しています。また感染が再び拡大する場合に備えて、医療提供体制の維持に向けて万全の準備をするほか、検査体制の強化などに取り組むとしています。その上で、こうした取り組みを実施することによって、感染拡大の防止と社会経済活動の維持の両立を持続的に可能としていくとしています。個別の感染防止対策を見てみますと、外出については具体的な例を挙げての自粛の要請はなくなり、3つの密を回避することや対応などを求めています。職場への診断、在宅勤務や自宅出勤など、外の接触を減らす取り組みを、そして救命要請をはじめとした医療制限に、これまでに感染者の集団クラスターが発生した